皆さんこんにちは。今日は4月の13日木曜日です。今ね、私はねお昼をね食べてからね、この大滝川沿いの桜並木に来ましてね、今ここをウォーキングで歩いております。まあ開花の方はね満開等に過ぎましたがね、まあ今日はね花びらの舞う中ね、気持ちよくこの桜並木をね歩いております。ところでね、カタカムナ文字の件についてね、まあ、丸山先生の本の方に紹介してあったんですがね、カタカムナの文字の元々の文字、そして二次元の文字、そして天使文字ですか、この3つをね、3つを使ってね自分の名前を作りね、でそれをねこう何て言うんですかね、3つ並べてね、書いて、そしてそれをねできればね額にでも入れてね、自分の部屋に貼っておくとか、そういうことをするとね、まあ、ご利益というのか効果があるというふうなね先生ことをおっしゃってたんでね、早速ね先生の、おっしゃる通りねやってみました。それでねこの文字についてもね、星形についてはね前回のようにねネットで印刷できるようにねお送りしてあげるつもりでおりますんでね、欲しいという方はねぜひ前と同じ方法で申し込みしていただければね、そのネットのね印刷の予約番号を送って、そしてね皆さんご自分で印刷すればそれを入手できると思いますんでね、よかったら活用してください。以上です。